今日はね、プーさんにまつわるとんでもない秘密を暴露していこうと思うんだよね。おいおい、それ大丈夫か？俺たちがヤバくなるんじゃねえか？まあでも言ってもみんな多分知ってると思うから大丈夫だよ。じゃあ秘密じゃねえじゃねえか。まず第一の秘密、チーズが苦手。おお、可愛らしい秘密だね。あ、これやる必要あるか？まあでもいい。なんで苦手なんだ？よくぞ聞いてくれたね。僕って基本的に何でも蜂蜜かけて食べるんだけど、チーズは甘くならないから苦手なんだ。俺は今聞き逃さなかったぜ。僕っつったよな。あ、やべ、僕じゃなくてプーさんが苦手らしいよ。うん。てかさ、何でも蜂蜜かけて食うってやばくねえか？将来糖尿病コースまっしぐらだぜ。いや、ぬいぐるみだから糖尿病とかなりませんけど。は？何言ってんは？だからマジレスすな。まあまあ、次の秘密がやばいのよ。プーさん実は女の子だった説。いや、そりゃないだろう。さすがにな。なんか証拠でもあんのか？まあ一応証拠は2つほどあるんだよね。プーさんのモデルとなったぬいぐるみがメスのクマなんだよね。へえ、そりゃ知らなかったな。でもまだちょっと弱くねえか？もう一つの証拠はね、プーさんの本名のウィニー・ザ・プーのウィニーは通常女性の名前として使われているみたいだよ。え、マジで？じゃあプーさんって本当に女の子だったの？そうだよ、ガールだよ、ガール、ブラックマジシャンガールってね。なんやかんや言うてるけど、あくまで噂だからね。都市伝説みたいなね。実はこういう裏設定があったんだよっつってね。信じるか信じるかはあなた次第だよ。怖っ。最後の最後に洗脳しようとしてきてるな、こいつ。はい、どうもこんにちは、中の人でございますけれども、今回ね、あのプーさんの動画出したんだけど、プーさん実は女の子だったみたいな、みんな知ってたと思ってね。なんかそういうね、説があったみたいで、つい最近まで全然そういうの知らなくて、プーさんなんか女の子だったんだっていうか、なんかでもプーさんって僕って言ってたから、僕っ子なんかなみたいな、なんかいろいろね、ちょっと想像しちゃったよね。うん。でもいいよね、なんか男の子だと思って接してきたら、本当は私女の子だったんだみたいな、そういう設定いいよね。でもクマだからね、クマだからなんかまた違うよね。うん、やっぱこういう都市伝説系って面白いよね。うん。じゃあまたね。